どうも、くにさんです。今ですね、私は埼玉県の大宮駅のところにね、来ております。今回はね、この大宮駅からですね、石川県金沢市の方にですね、夜行バスを使って向かおうかなと思っております。夜行バスの出発時間はですね、20時40分、夜のね、8時40分出発で、金沢駅の方にはですね、朝の7時に着くような感じです。今回使う会社なんですけども、平成エンタープライズというところのね、ビップライナーというバスになります。予約した当初なんですけども、4列シート、一番安いやつですね、一番安いやつなんですけども、前日メールでね、4列シートのバスが壊れてしまったというところで、3列独立シートに変わりました。まあ今回はね、そのバスを使っていこうと思うんですけども、今現在まあコロナ禍という状況なので、どうなってるのかというところをね、確認していこうかなと思っております。今日は3月19日の金曜日になります。今現在駅にいますので、バスのね、乗るところまで向かいたいと思います。はい、バス停のとこに着きました。ここがビップライナーのバス停になります。出発がね、8時40分なので、現在7時で、あと1時間40分もあるので、まあその時間になったらまたここに来ようかなと思います。
金沢駅の方にね着きました。いやー4年ぶりに金沢駅来ましたよ。いや随分ねやっぱ4年も離れるとかなり景色がガラッと変わりましたね。向かい側にありますのはハヤットセントリックになりますね。これアメリカのねホテル関係の会社ですね。外資系がね金沢の方にも参入してきてるんですね。今私がいるところはですね金沢駅の北口の方になります。いやー随分変わっちゃいましたよ。ハヤットセントリックになりますね。でこちらがですね金沢駅になります。いやー随分綺麗になったな。はい、朝ごはんはねこのねお蕎麦屋さん行ってみましょう。はい、金沢駅南側、まあ東口ですかね。金沢駅としてはですね、こちらの方が有名ですよね。おもてなしドームですね。いやー4年ぶり。まあこちらの方はね4年前と大して変わってないんですけども、逆側北口と言ってました西口の方ですね、そちらの方はねかなりね建物ビルとかが増えてたような形でかなり綺麗になってました。それでバスの方なんですけども、バスの方はですね3列独立シートで9列っていう形だったので27名乗車できるような形でした。それで実際乗車された方が17名とかそのぐらいでしたね。だったので大体6割ぐらいですか、6割7割ぐらい来てるような形でした。それがね今の現状になります。今回の動画以降はね金沢のスポットをね紹介していこうと思ってます。金沢のね有名な観光スポットの紹介はありつつもローカル的なお店のところをね紹介していこうかなと思っております。今回の動画がね良かったな、参考になったと思いましたらねグッドボタン高評価の方ねよろしくお願いいたします。それとねまだチャンネル登録されてない方はですね下にチャンネル登録のボタンありますのでよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。